おはようございます。ハンサムクロジです。ハンサムクロジの朝ごはん。本当にさっき起きました。さっき起きた。声が追いついてないですね。はい、ということで今日は僕の朝ごはんを紹介したいと思います。こちらです。じゃじゃん。とろとろ卵のトマトソースオムドリア430円、セブンイレブンです。これ僕セブンイレブンのドリアが大好きなんですよ。基本的にはカレードリア、ほとんどカレードリアなんですけど、これすっごい美味しそうだなと思って買っちゃいました。うわー、朝から元気出る。っていうか寒いから、今日から暖かくなるとか聞いたけど、めっちゃ寒いんで、ほんとこういうの食べて温まんないとね。開けましょう。本当に緩いな、今日の動画。本当に緩めですけど、すみません。オープン。美味しそう。見てください、このトマト感、卵もトロトロ感あって美味しそうです。見た目からしてやばい。いやでもオムドリアって食べたことないかも。確かに。ちょうどこの下にチーズもあるんだ。超楽しみ。つくよ。うわ、おいしそうだ。トロトロです。え、めっちゃうまそう。いただきまーす。熱い。でもうまい。うまい。今日の活力。今日も頑張るぞ。ちょっと熱いね、でもね。でも、チーズ入ってないんじゃない？チーズ入ってる。チーズ入ってます。なんかあんまチーズ感ないの。どこにあるんだろう。チーズ入ってんだな。トマトソースと結構バジルの風味も強くて、イタリアンって感じで美味しいですね。チーズ伸びた。なんかでもいいな、美味しいな。はい、ごちそうさまでした。美味しかったです。なんかもう超癒された。あったかいし、卵の優しい味とトマトソースのこうさっぱりとした酸味とね、旨味のある、全体的にこう応援されてる気持ちになる食べ物でした。今日も一日頑張ってね。頑張るよっていう。本当に卵がトロトロで、トマトソースの酸味と旨味と、あとバジルのね、香りも良くて、やっぱりセブンのドリア美味しいなって思いました。シェイシェイ。というわけで、よかったら皆さんもこれ新しいドリアなのかな、多分新発売で書いてたから新しめだと思います。販売地域がそんなに広くなくて、東北、関東、甲信越、北陸、東海っていうね、ちょっと狭いエリアなんですけど、だから関西じゃ買えないのか。関西の人は、関西って基本売ってないの、ドリア。そうなんだ。謎ですね。そうですね。まだまだ寒い日が続きますから、あったかい食べ物食べたいって方はぜひお試しあれ。美味しかったです。点数は8半釜です。カレードリアとかと比べるとちょっと下がるけどね。というわけで、以上、この動画が良かった方はコメント、高評価、チャンネル登録ぜひお願いします。ハンサムクロジでした。バイバーイ。温まった。